皆さん、こんにちは。妹と喧嘩して、家を出てきたウプ主です。前回の動画から何日ぐらい経ったのかしら。霊夢です。編集期間が空きすぎたのか、動画の始まり方が変わってびっくり。マリサだぜ。今回は友人が1名ついてきてるので、そこんとこよろしく。いや、同行者の扱いひどすぎだろ。まあ、こういうやりとりができるぐらい仲がいいってことですよ。というわけなので早速、大回り乗車のスタート地点まで向かいましょうか。ということは、桜井方からスタートってことか？察しがいいですね、マリサさん。今回は、桜井から大和支線を通る大回りをしようと思うよ。ほう、なんでそのルートにしたの？大回りを始めた時間が遅かったっていうのと。私の行動範囲が県内に限られているからなのよ。なるほど、いろいろな制約があったわけね。じゃあ切符も購入できたし、ホームへ行きましょう。あ、乗る予定の急行行ってしもた。え、どうするん？多分次の区間準急でも間に合うとは思うが。そういえば、今回の動画についていくつかお知らせがあるのよね。まず動画の構成について。オープニングや概要欄に記載の通り、投稿者の声を動画に入れることができませんので、ゆっくりボイスで吹き替える形をとっております。とは言いつつ、今後投稿する予定の鉄道遠征パート1とは違い、動画に入った音声を直接吹き替える形式ではないので、幾分かは見やすい動画になると思います。また、撮影機材を器具で保持せず、直接持っているので、手ぶれする場面が非常に多くなります。画面酔いしやすいという方は、ご視聴する際は十分にご注意ください。今のところ、視聴者さんにお伝えすることは以上でしょうか。というわけで、一番ホームに上がってきました。本当は30分発の急行に乗りたかったんだけど、話しながら八木駅へ歩いてると、乗り遅れてしまいました。というわけでこの後の区間準急に乗るのぜ。それにしても、また一緒に電車乗る機会ができるとは思わんかったな。せやな、4月の乗り鉄で終わりやと思っとったからな。それじゃあ、乗車電車でカット。一番乗り場、大和朝倉行きが4両編成で参ります。危険ですから、黄色い線までお下がりください。この電車は、大和朝倉までの各駅に止まります。おい、英語放送の文字起こせよ。私バカだから英語わかんない。なんなら同行者の方が頭いい説あるぞ。いや、そんなことないから。まあいいわ、とりあえず電車に乗ってしまいましょう。乗車1、付随車だけどいいのぜ。まあ、三菱は腐るほど聞いたから。そういえば、珍しくトツなんじゃないのね。いいやん、こういう少ないあっても。車内めっちゃ冷房効いとるやん。じゃあ、発車までおとなしく待っとこうか。世界まだに HV52 編成見たことないんやけど。いや、この編成頭おかしいやろ、ブハハハハ。85系じゃないんだから。この特急、2両編成を3本繋げた6両、通称仏録が組成されていました。ちなみに仏というのは、乗務員扉によって編成が、物理と寸断されているように見えるからそう呼ばれるらしい。なんで次の映像が桜井到着前なんだよ。だって、友人が横にいてるのに堂々とカメラ回すの、気が引けるんだもん。まあそれなら仕方ないか。かといって同行者がいて迷惑って意味じゃないからな。まあ、それだったら最初から誘うなって話だしな。というわけで桜井到着ね。出てくると思ったやろ。出てけへんの忘れてた。出てくる思っとったやろ。ふっくっはっはっは。思いっきり、ふっくっはっはっは。まあ取り忘れるよりはマシかもやけど。マジでおもろいわ。しっかり今の見させてもらったからな。では、大回り乗車の方を始めていきましょうか。動画に映ってないけど、横の赤い方の券売機でも、切符は買えるのね。今回使うのは、パート2と同じ190円切符。乗車電も、1時間違うだけの同じダイヤだね。じゃあ改札内に入ろう。それだけだと改札機の中に入るみたいだぞ。うっそうわははは。えっちょ、何があったん？これはやばいて。何これ？
マジでや。やばすぎやろ。えっ、今の。すんごい改札機やな。飛ぶとかあるんや。確かに今のはやばい改札機ね。前通った時はどっち側の改札だっけ？今回使うのは、桜井から190円の切符です。では、ホームで待っている227系のところへ向かいましょう。ああ、違う方の改札機だったのね。っていうか、切符だけじゃなく BGM も同じだったのな。それじゃあ、止まっている227系に乗って奈良まで向かいましょう。終点まで乗るし、後ろの車両に乗ろうか。そういえば、乗車電の詳細の書き方が変わっているね。確かに、空白が多くなった気がするのぜ。それなんだけど、毎回テキスト作って場所いじって、ってするのが、ものすごく面倒だから、編集ソフトの機能にある、テンプレートってものに登録したんだよね。それで、場所いじりを聞き切った結果がこれという。まあ、編集の手間が減ったのならいいんじゃないかしら。さて、車内で談笑してたら奈良に着く直前でした。まあ、降車時の映像があるだけマシだな。談笑って、具体的にはどんな話だったの？お互い抱えてる悩みを打ち明けていく感じかな。さすがに車内には他の人もいたから、言うほど重いこともなかったけどね。というわけで奈良に到着です。次はどの電車に乗るん？次は大和路快速に乗るよ。お、次の電車はここから発車するのか。感覚的には大和西大寺に近いものがあるね。確かに、確定で6番線について、5番線の南蛮駅に乗り換えるように似てるな。音声だけフェードアウトさせる方法をやっと見つけた。やっぱり奥が深いですな。そういえば何も考えないでここに並んでるけど、扉ってちゃんと開くよな。まあ両側にホームあるくらいだし、さすがに開けるんじゃない？桜井線から来た人にそんな始末はしないだろ、さすがに。お、ボックス空いてるやん。どっち座る？気分的にこっち座ろ。やっぱクロスシートはいいな。確かに、ちょっと快適かも。窓につけてるとはいえ、ずっと持つのはしんどいな。手帳型のカバーやったら自立するで。やっぱりそういうカバーの方がいいかな。っていうか透明なやつ以外やとこのカバーしかなかった。え、そんなことある？どこの店で買ったん？イオンの3階の。あ、本屋さんの向かいの。そう、その店。あの店やったら趣味やると思ってたんやけどな。自分がよく探してないからかもやけど、実際に気に入ったのはこれしかなかったな。端末買うときに、カバーのことも考えないとダメなのか。そうやね、それは言えてるかも。いや、アクオスにするかギャラクシーにするか迷ってるんやけど、ギャラクシーでそれやとな。なんか、すごい会話してるんだね。実際に言ってたのをそのまま聞き換えたんだけどな。そういえば、コメント返信はしないのぜ。あ、そのことなんだけど、前回の大回りでいただいたコメントは、別動画で返信してるんだよね。それってあれ、鉄道遠征か何かの？そう、その動画で返信してて、さらに動画の編集はエイジングを残すのになんだよね。おう、マジか、その動画を修正するのはさすがにしんどいな。ということで、前回の大回りのコメント返信は7月下旬にすると思うので、ご理解のほど、お願いします。そういえば、もうすぐで SL がある公園が見えてくるはずね。というかもう見えてる。え、どこどこ？あっち側。あ、全然違うとこ見てたわ。っていうか、ウプヌシって、いつも同じような服装してるよね。確かに、ジーンズに T シャツ、その上にパーカー。逆にこの形以外にレパートリーがないんだよね。というわけで、なんか変な会話しつつ王子に到着。変な会話っていうか、率直な感想なんだけど。確かに、自分もこればっかりはヤバいと思ってるんだけどね。どっちもトップなんじゃないんだな。あの221系も多分違うわね。そういえば、今乗ってきた区間を通る大回りって他にないのかな。五瀬から和歌山に下れば、帰りに鴨から王子まで来れるわね。それに、五瀬は近鉄も近いから大回りは始めやすいかもな。なるほど、後で経路組んでみるか。あ、こいつあれやん。動画には映ってないけど、庭でスレッチしたやつと同じやん。これ乗るでー。え？乗る。そうなん？あ、
ここで皆さんにお知らせしておきます。王子発車の次の映像が高田到着時なんですが、その途中静見駅にてすれ違った電車が SF1 編成でした。要はカメラを回し忘れ、撮影できていないので、撮影忘れの編成については一律5ポイントとして計算します。報告しなければ加算されないものをちゃんとお知らせしてしまうのね。まあルールみたいなもんだし、回してても回し忘れたって言っちゃえば加算されないから、そのあたりで不正できないようにするためのことだからね。もちろん車庫の奥にいるとかそんなものは気づけないので加算できない可能性もありますが、そこはご了承ください。というわけで高田到着ね。人が多くて地面しか映ってないですが、今の時間は王子奈良和歌山方面全ての列車が接続を取っているので3分の227系を一度に見ることができます。で次はどこから発車するの？どうやら1番線から発車するらしいな。そしてこの列車にはすごい要素が隠されているんだ。まずこの列車、和歌山を12時55分に出るんだけど、さっき全方向へ向かう列車が接続すると言ったよね。その結果このようなダイヤが出来上がってしまいました。おいおい、30分停車とか正気か？確かに接続やスイッチバックの加減があるとはいえ、これはちょっと長すぎないかしら。というわけで以上、この列車の名要素でした。姫路は無人駅だし、前の車両に乗らないとな。あらら、ほとんど席埋まってるね。まあ見えきやし、立っとく分にも問題はないと思うけど、逆に申し訳ないな、最後の最後で立たせてしまうなんて。別に私は大丈夫だけど。編成は SR3 編成かな。じゃあオープニング素材も取れてないし、最後の電車で全面展望でも撮ろうかな。ただここで流すと時間が足りないので、別動画で全面展望を上げておきます。じゃあ喋ることもないし、うねりまでカットかしら。そうだな、その方がいいと思う。それじゃあうねり到着までカット。というわけで、長いようで短かったこの旅も、締めが近づいてまいりました。今回の目的地、うねり駅に到着です。この電車を見送ってから、駅を出ようか。やっぱり、225系二次車譲りのこの顔はかっこいいよな。確かに、私もステンレス車の中だとこのシリーズが一番好きなのぜ。でも、赤い227系にも早く会ってみたいわね。そういえば霊夢は、赤い電車が好きだもんな。広島は修学旅行で行っただけだから、遠征で行くか迷ってるんだよね。でもウープ主の財力だと厳しいから、少なくとも2年後くらいになるんじゃないか。それに名古屋遠征でお金が消えていくもんね。大回りパート3で研究した遠征については、親戚の家が愛知県だから、その時に名鉄に出会えるし、霊夢が発狂しないか心配だけどな。まあ近鉄でおとなしいから多分大丈夫だろうけどな。おーやばいやばい、落ちる。まったく何やってんだか。この切符は使ったことあるけど、今回はどうするの？さすがに2枚も同じのはいらないから、収札箱に入れて帰るよ。時刻表、なくなってるやん。そんなに持ち帰る人おるんや。あ、鍵あったら入ってるで。って何が入ってるって？鍵。おう、マジで入っとるやん。キー中の島ほどじゃないけど、この駅も謎が多くなってきたね。18切符かワンデイフリーパスを買えたら、関西の鉄道系ゆっくり実況者さんの最寄りを巡ってもいいかもな。ああ、それもありだな。じゃあ、トリマ動画を締めようか。というわけで皆さん、ご視聴ありがとうございました。あ、撮り鉄行く？オッケー、行こう。